水峡駅は、千葉県、香取市一の文明にある、東日本旅客鉄道成田線の駅である。駅の位置が、当時の旧豊浦村、旧大倉村との境界に位置していたため、両地区の協議により、利根川下流域を表す水峡を取り、水峡駅と名付けられた。観光地としての、水峡は十二京駅や沢原駅、茨城県の伊子駅付近を指す。 駅ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは、古戦橋で連絡している。佐原駅管理の無事に駅で、乗車駅証明書発行機、簡易水下改札機が設置されている。1993年6月に改築された駅舎は、中世ヨーロッパ風の駅舎で地域のコミュニティプラザ、喫茶店との合築であり、延べ床面積153平方メートルのうち駅。 待合所部分が20平方メートルとなっている。トイレは、駅舎の待合室内に設置されており、男女共用の推薦式である。2006年度の1日平均乗車人員は185人で、ある。千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。サーラパーキングエリア展望台駅舎は北側に位置し、利根川とは、 1> 約 1km ほど離れている。水橋なしの名産地やヘラブナ釣りの名所として知られており、周辺道路が整備される前の乗降者数はかなり多かったとされる。駅南側には水橋団地が整備されている。出店、ありがとうございます。